はい、今日はですね、ゆうすけ先生、夏がめっちゃ好きなの。で、9月、誕生日の月ではあるんだけど、夏もう一回来ないかなーって思っている。こういう時はね、今のシーズンに合った曲でやるべきなんだけども、やっぱ夏だね。夏をテーマにしてちょっと踊りたいなと思います。皆さんいいですか？ OK？ では、皆様、広がってください。バン！ OK、広がってください。さあ、夏ですよ。夏をテーマにしていきましょう。まず、こっち踏み出します。そしたら、夏を感じてください。ギラギラ熱い太陽。眩しいな、眩しいな。こんな感じ。オッケー？いくよ。もう一回せーで、いくよ。せーの。夏。そう。暑い、暑い。手のひらを上に上げて太陽眩しいな、眩しいな。これやってください。いきますよ。もう一回いきます。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。で、これはセブン、エイトは、クルーじゃなくて、ハッパ。開くだけ、寄せて開くだけで大丈夫です。オッケー、もう一回いくよ。ゴー、ロック、せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。さあ、できたかな？もっと早く行きますよ。5、6、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。OK？ もっと早く行きますよ。5、6、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。さあ、どうですか？どうですか？いい感じ、いい感じだね。お、いおり先生がいい感じって言ってるぞ。オッケー。では、もっと早くやってみる。もっと早くやってみるよ。いくよ。ゴー、ロック、ゴー、ロック、せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。さあ、どうかな？じゃあ、ちょっと、ゆうすけ先生が、ちょっと踊ってみるから、ちょっと見てて。もしもね、近くにお家の人がいたらね、お家の方にはご共感いただけるんじゃないかなという曲で。やってみたいと思います。この曲知ってるかな？ドン！みんな分かったかな？この曲知ってるよーって人。この曲知ってるよーって人。お、知ってる人いる！お、いる！すごいね。もう世代がもう分かんない。朝日知らないね。まあ普通知らなくて正解です。オッケー。では広がってください。音に合わせてやってみましょう。ドン！オッケー。もう一回やってみようか。オッケー。いいんじゃない？いいんじゃない？結構いいんじゃない？では、では、振りの続きいきまーす。振りの続きいきまーす。でもね、結構難しいかもしれないけど、大丈夫です。できるようになるから、オッケー？ではいきますよ。振りの続きいきまーす。ドン！こんな感じ、こんな感じ。はっ、来ました。そしたら、生足魅惑はマーメイドとかって言ってるんで、いや、なんのこっちゃって感じなんですけど、まず、足を出します。見て、この綺麗な足。は！足を出してこのポーズ。そう、戻して。反対の足も、見て、この足を。そう、しっかり、反る。はぁ？反る。はぁ？さあ、できますか？さあ、いきますよ。5、6、せーの。は！
いいですか？いい？いけたかな？妖精夏が汗を刺激する、生足魅惑は、こんな感じ、生足魅惑は、オッケー、このペースでいきます。一番最初からいきますよ。 Go! 6! せーの、 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 生足魅惑は、さあ、できたかな？皆さん、結構できたよーって人、オケマーク、うん、普通、チョギーン、こんな感じ。あ、全然できない、ガーン、こんな感じください。これ、これ、これ、押してください。せーの、ドン、どんな感じ？あー、これ、これ、オッケーオッケー。うん、これ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 、うん、うん、うん。オッケー、みんなありがとね。いいじゃん、いいじゃん。オッケー。では、もう一回、一番最初から、ゆっくり確認します。オッケー。よし。広がってください。では、いきますよ。5、6、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。そう。そしたら、は、戻る。は、戻る。そしたら、続きを行く前にもう一回確認します。いくよ。5、6、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。さあ、できましたか？できましたか？では、もうちょっと早く行きますよ。いくよ。5、6、5、6、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、ホッ、ホッ。さあ、できた？生足魅惑。お、できてそうだね。いいね、千尋いけそう。オーケー。じゃあ、続きいきまーす。ちょっと早めでいきましょう。5、6、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、はい。はい。来ました。そしたら、生足魅惑はマーメイドトゥルトゥ。ポーズをします。で、何をするかというと、まず、さっきのデフラワー。ドン、クルリン。ドン、クルリンやったら、トゥルトゥーって言います。そしたら、手をクルリンって一回して、好きなポーズ、好きなポーズ、好きなポーズ。千尋も小太郎も朝日も、自分にしかできないポーズ、動物でもいいし、例えば乗り物でもいいし、鳥、魚、椅子、何でもいいです。OK？ 自分で最近使ったもの、食べたもの、何でもいいです。それぞれ手で表現してください。いきますよ。じゃあポーズ見たいと思います。皆さんにしかできないポーズを見せてもらおうと思います。いくよ。じゃあせーの、ポーズでいきますよ。いくよ。いくよ。せーの、ポーズ！いい！いいじゃん！朝日のポーズ何する？朝日その不老者ってなんか、あれ、あ、いいじゃん！かっこいい！いいじゃん。いいね。俺、こういう、てっきり朝日、こういうポーズかと思った。こういう。こういうポーズかと思った。いいじゃん、いいじゃん。では、行くぞ。皆さんで、ポーズも込みでやってみたいと思う。一番最初からだよ、ここから。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セッ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、タラッタン。オッケー、いいじゃん。いきますよ。もっと早くいきますよ。いきまーす。ゴー、ロック、ゴー、ロック、せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セッ、エイ、ワン。ファイブ、シックス、セッ、テレッテン。オッケー。さっき、ゆうすけ先生ちょっと飛んだ一瞬。いくよ。もう一回早く言ったら曲でいきまーす。5、6、5、6、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、てれって。さあ、どうかな？曲で行くぜ、曲で行くぜ。千尋も、小太郎も、朝日もできるかな？はい、はい。
いけそうか、いけそうか。では、もう一回、もう一回、もう一回やりたいですよ。もう一回、もう一回、もう一回やりたいですよ。では、皆様で半分に分けたいと思います。半分に分けたいと思います。まず、1月から7月、1、2、3、4、5、6、7、月生まれの人手挙げて。おー、はい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 。小太郎と朝日が、誕生日が1月から7月までだそうです。では、このメンバーだけ、千尋は見てます。千尋は見てて、ゆうすけ先生、小太郎、朝日で踊ります。で、2番目に、千尋とゆうすけ先生で踊ってみたいと思います。OK? では、ちょっと緊張するけど、千尋だけ一人だけど、大丈夫。ゆうすけ先生もいるので、ゆうすけ先生も一緒にいます。では、行きましょう。小太郎と朝日は、広がってください。千尋は、しっかり見ててください。しっかり見ててください。いくよ。では行きましょう。曲かけます。ドン。さあ、一番目、ナイスチャレンジ。では次、千尋と、ゆうすけ先生で、ダブルダンス、ダブルデュエット、踊りたいと思います。千尋、広がってください。いきますよ、チョン。さあ、拍手。オッケー、皆さんナイスチャレンジでした。とっても良かったです。特にこのデフラワーの部分、すごい難しいはずだけど、これが綺麗にできるようになったら、10月の後半ぐらいでは、こっから、こんな感じで、手首を回せるようになったら、嬉しいなぁ。組で、シュンシュンシュン、はい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 。こんな感じで踊れたら、皆さんグッだと思いますので、お家でいっぱいデフラワー練習しておいてください。しっかり手を広げて、肘を上に上げて、ここの後ろの手を前に出して、一回転する。この技ができるようになったら、とってもグッド。OK? では行きましょう。ラスト、一回。いや、ラスト、二回踊ります。一回目は、ゆうすけ先生とみんな。二回目は、ゆうすけ先生は踊りません。みんなだけで踊って終わりにしたいと思います。では行きましょう。音楽、スタート!では、とうとう、ゆうすけ先生は、
座ってみんなのダンスをいっぱいいっぱいしっかり見たいと思います。では皆様広がってください、広がってください。ゆうすけ先生が見てるポイントはここ。まずデフラは綺麗にできてるかなーってところ、あと間違えても堂々としてるかなーってところをしっかりチェックしたいと思います。では行きますよー、音楽スタート。オッケーオッケー、ちょっと惜しかったね、ボーチャランチャン。これ結構早いからね。あの、ホットリミットって曲です。お家の人にホットリミットで今踊ってるよって言うと、その先生大丈夫って言われるかもしれないんですけども、あの、ホットリミットで踊っていますって言ってください。で、TM レボリューションっていう、あの、アーティストです。TM レボリューションっていうアーティストの、ホットリミットって曲でいっぱい練習しておいてください。OK? では、皆様。お、なんと、ジョーが来てくれました。嬉しいよ、いつも連絡。では、ちょっとさ、あのね、ちょっと3人。朝日と小太郎と千尋。今ね、ジョーという、いつも参加してくれてる、スペシャルというか、本当にすごい生徒がいるんですけども、ジョーさ、よかったらさ、3人すごいダンス練習したからさ、見てもらってもいい？ちょっと3人のダンス。オッケー。じゃあ、ゆうすけ先生と、千尋小太郎、朝日で踊りたいと思います。踊って終わりにしよう。では、皆様、移動してください。皆さん、超、とっても上手だったんじゃない？じゃあさ、見てみてどうでしたか？お、よかった、丸。お、グッドだって！皆様、今日の頑張りは伝わったんじゃないでしょうか？では、皆さん、お家で、デフラワー、何度も練習してください。で、10月の2週目には、こういう技ができるようになるので、10月通ったら絶対、学校に自慢できる技いっぱい手に入るんで、ぜひ、毎週通ってください。では、これにて終わりにしたいと思います。最後に、おー、さすがですね。アンケートのご協力お願いします。今日楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった。うん、普通。あ、つまらない。あ、全然つまんなかった。もうつまらなすぎー。というのを教えてください。オッケー。お、めっちゃ楽しかった。4人、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。では、これにて、レッスンを。終わりにしたいと思います。皆さん、今日一日、ありがとうございました。ありがとうございました。先生、おい、先生、小太郎どうした？ありがとうございました。先生、はいはい、誕生日おめでとう。お、誕生日ありがとう。先生、はいはい、誕生日おめでとう。お、誕生日嬉しい。みんな嬉しいぞ。小太郎、先生、はいはい、じゃあどうした？発表があります。どうした発表？結婚おめでとうございます。感謝を込めて、久保田たしのぶラララララブソングを歌います。ぜひ、歌って踊ります。聴いてください。はい、聴きます。しっかり聴きます。回れ回れメリーゴーラン、冒険して止まらないように。動き出したメロディー、ラララララララブソング、勇気をくれた君に、照れてる場合じゃないから、言葉よりも本気な、ラララララララブソング、ララ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 ラLa la 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 la
ちょっとやばすぎない？ちょっとおい、これやばすぎ、これ振り付けも全部自分で作ったの？おめで、うん、おめでとうございます。ちょっとこれ宝物にするわ、今録画してるから。これ宝物にしますよ。ジョー、これめっちゃ嬉しい。なんか、これで、これだけでも結婚してよかったって本当に、もちろん結婚してはもともとよかったけど、こういうサプライズもらえるならもう結婚全然悪くないってか、もう結婚最高だなって思ったわ。ほんとありがとう。いや、めっちゃ嬉しい。おめでとうございます。ありがとう。おめでとう。ありがとう、ジーロ。ジーロさん、川崎ってさ、もしかしてマリ先生？マリマリ。あ、マリマリか。